はい、どうも、料理のお兄さん、リュウジでーす。結構飲んじゃったんでね。結構飲んじゃったついでに動画撮ってます。ということでですね、今回は名付けて丸ごと無限ピーマンっていうですね、レシピをやっていきたいと思います。材料このカットでやっちゃいますけど、材料はこちらのピーマン、シーチキン、ニューマイルド。ここで、リュウジ豆知識いきます。シーチキンのマイルドっていうのは、カツオのことなんです。シーチキン L がキハダマグロ。シーチキンファンシーっていうのがビンチョウマグロ。この間ね、羽衣さんに聞いた。俺知らなくて。ファンシーが一番高いんですよ。ファンシーってね、一缶で3、400円するんですよね。でもね、あれね、食べてみるとめちゃめちゃうまいの。ボーナス出たらファンシー一回食べてみてください。あれうまいから。あとね、贈り物専用のトロシーチキンみたいなのあるんですよね。トロシーチキンは、ほんとそのままでうまいから、皆さんボーナスが入ったらね、そのトロシーチキンもね、お取り寄せで食べてください。めっちゃうまいの。この間ね。食べてみたらめちゃめちゃうまかったんで、それだけでね、ハイボール5、6杯いけますね。まあ、そんな、ごめんなさい、YouTuber みたいなね、始まりになっちゃうんですけど、まあ YouTuber なんですけども。とにかく今から酒のつまみ作ります。はい、じゃあやっていきたいと思います。ピーマンはですね、これね、丸ごとやるんですよ。丸ごといきます。こんな感じ。今回ちっちゃいから4つです。これもっと大きいサイズだったら3つとかでも大丈夫です。で、ラップしてね、大体ね、このね、量だ、大体ね、4分から4分半ぐらいですね。開けます。シーチキンマイルド、開けます。こちらの油をね、ちょっと切っておきますね。スプーンで落ち着けて切りました。今回はこれの半分を使います。はい。はい、4分たったもん、こちらです。あ、いい感じですね。こちらにですね、ツナ缶ですね、半缶分、ぶち込みます。はい、こんな感じですね。はい。はい、そうしましたらですね、味の素です。はい、味の素1、2、3振りですね。あとそれと同等ぐらいの塩ですね。まあ1、2、3つまみぐらいですね。はい、でここにごま油です。小さじ2ですね。測りませんけども、適当でいいです。もう分かんないと、おめえ測ってねえじゃんって言われるんですけども、別にいいもん、美味しいから適当にやっても美味しいのなので大丈夫です。胡椒です。胡椒、酒のつまみだからもっぱいかけてくださいね。全体に味を行き渡らせましょう。いいんじゃない、これで。はい、盛り付けいきます。ポイントとしては、これね、丸ごとレンチンすることによってね、中の綿まで食えるんですね。本当にこれ試してみてください。マジでうまいです。これですね、丸ごと無限ピーマンの完成です。はい、それではですね、早速完成しましたので食べていきたいと思います。ハイボールも足しました。いただきます。これがね、これ、このまま、あんまり見たことないかもしれない。このままいきます。いただきます。ピーマンめっちゃ甘いです。甘い。実はですね、僕ね、ピーマンね、できないですね。野菜あんま好きじゃないんです。でもですね、じゃあ何ピーマン何が嫌いなのって言われるんですけど、苦いのが嫌いなんですね。許せない、苦いのなんですけど、ピーマンを丸ごと蒸すことによって、この苦さがね、ほとんどなくなるんですよね。なので前ね、ジップさんで、ね、企画があって、ピーマン嫌いの子にどうにかピーマンを食べさすみたいな企画があったんですけども、その時にやったんですね。僕がこの丸ごとピーマン、なんか焼肉プレートをやって、でお母さんをお野菜食べさせたいんですけども、まあ、子供をね、お子様が食べてくれないっていうので悩みを受けまして、それをどうにかしたいっていうことで、このピーマン、そのお宅で出したんです。そしたらですね、そのピーマン嫌いな子、これを出されてどうなったと思います？そのピーマンどうしたと思います？やっぱりね、食べれなかったんですよ。なんですけど、お子さんまあちょっとごめんなさい、ちょっとね、オチがなかった。結局食べられなかったんですけど、一番苦手な子は食べられなかったんですけども、ちょっと苦手なお子さんね、お子さん5人いたんですよ。5人中ね、5人中4人は食べれた。ピーマンじゃないみたいに言ってくれたんで、打率8割のピーマン嫌いを克服できるレシピになってますね。これ本当に美味しいです。だって僕ピーマン嫌いなんですよ。ピーマン嫌いなのにこの丸ごと食べてるでしょ。で、中もね、すごく蒸されて、種の食感も全然気にならない。ヘタまで食べたんですよ。でもヘタまでも美味しく食べられる、非常にいいレシピになってます。いやでもね、これほんと一番いいのがね、包丁使わないとこです。包丁使わないのでぶち込むだけ。これほんとにピーマンあんまり美味しくないと思った方でも絶対美味しいと思います。絶対とは言えないけど、かなり美味しく食べれると思うんで、ぜひね、ピーマン嫌いには食べていただきたいと思います。そんな感じで、もう限界が近づいてきましたんで、今日はありがとうございました。はい、それではですね、今回の動画、なんか美味しそうだなとかですね、やってみたいなっていうしみりでも思った方はですね、チャンネル登録および高評価よろしくお願いします。